今日の午前中、虫歯を治療するために歯医者さんに行ってきました。その際に歯にプラスチックを入れられました。ハントでよろしいでのど真ん中にプラスチックが埋め込まれてるんですよ。すごくないですか？おお、びっくりびっくり。まあ皆さん友達と遊んでる時に友達がずっとスマホをいじってる時ありませんか？それなんでだと思いますか？なんであなたと遊んでる時に友達はスマホをいじるでしょう？答えはただ一つ。君と遊んでいるよりスマホを見ている方が面白いから。って感じなんすかね。まあ若干ちょっと、どうだろうな。でもすごい親友、仲いい親友だとやっぱりまあそのリラックスしてお家にいるような感覚でスマホいじる的な、まあそういう場面もあるので、まあ一概とそうは言えないんですけど、でもまあなんかちょっと話すことねえなーとか言う時に結構スマホいじられたりとかすると思うんですよ。でね、スマホいじられると俺はどうすればいいってなると、俺もスマホいじるみたいなっていうような感じになる時もあると思うんですけれども、おい皆さんと、そういう時に皆さん、あの相手がねスマホをいじってる時に自分は何しますか？これはね、結構なね、大変よ。これはね、結構なね、大変よ。向こうスマホいじってる。あれ、やべえ、俺どうしよっかな。あれ話しかけていいかな。あ、でもちょっと話しかけるのちょっと怖いな。緊張するな。なんか邪魔しちゃうかな。あれじゃ、俺どうすればいいんだろう。俺のパターンは話しかける。話しかけますね。何見てんのっていう。何見てんのとか、聞くね。結構友達が、音楽、最初絶対に待ち合わせ音楽聴いてるんですよ。で、音楽聴いてるので、俺が来た時に、お、パンチパンダ、おう、何音楽聴いてんのって聞くんですよ。まあ、俺の友達は大体俺のよくわからない洋楽聴いてるんですけれども、英語わからん。USA! めっちゃ入ってるの、これ。USA ゲームとか昔やったな。タンタンタタタン。カーモンベイビー、アンインストール。最近アンインストールしたのは TikTok。カモンベイビーユーバーユーバーバーおばさんっていうおばさんいそう。全然ヒットしなかった。まあ、ということで皆さんはどういった対応、どういった、まあ、場の過ごし方をしますかっていうことで、まあ、前回コメント欄でコメント募集したのでご覧ください。ドン！途中でスマホ見てるってどんな遊びしてるんや。いや、いるのよ。いるいるいる。あの、マクドナルドとか、あとスタバとか行ったら結構高校生とか結構いじってるよ。ずっとスマホ見てる友達にスタバクする。友達がスマホ見てたら LINE でスタバクしまくってそこから会話始めるかな。ああ、なるほどね。向こうずっと携帯いじってんな。よし、スタバクしよう。パパパパパ。ちょ、何よ、おい。うまい。何見てんのっていう、自分もスマホ見てそのうち面白画像の見せ合いになる。何その面白画像選手権みたいな。携帯の画面ガッて掴んで、画面じゃなくて私を見て、ずってキモいって叩かれるまでがマジと。アプローチ独特。相手がスマホいじってると話してても反応が薄いから寂しい。そういう時は私もスマホ持ってナロー系小説読んで異世界転生する。もう没頭するタイプね。会話なくなるやん。まあでもいるよね。なんかあの、一緒に遊んでるんだろうなっていう、まあ高校生とかいるんだけど、結構お互いずっとスマホいじってるみたいな。なんで一緒にいるんだろう。そういう時は嫌だなって言っちゃう。もしそれができなくてどうしても嫌なら、机に出したスマホを、ごめん、通知うるさいよねって言って、カバンにしまうと相手もしまってくれるそうです。心理学の本で読み、へぇー。そんないいタイミングで通知来ます？その友達に、ウルトラスレンダーエクスタシージョップをする。ウルトラエクス、ウルトラ、ウルトラ。ごめん、あのガチでググった俺がバカだった。ツイッター、インスタ見て、携帯ゲームするか、話題を探す。本当に楽しすぎる遊びの時は全然携帯触らん。それな。だから、それな。私もスマホ触る。ツイッター、インスタ、LINE、ゲーム。これだけで3、4時間はいける。遊んでる時にずっとスマホいじってたら、なんでせっかく遊んでる時にスマホが見たいのって思うよね。でも家で遊んでる時はしばらく経つとスマホいじり出すことも多いかも。けどそういう時は私含め大体みんないじってるからオールオッケー。まあ、やっぱ場の空気だね、場の空気。話してるのにイヤホンでゲームしてる友達いるから、そういうのはほんとムカつくね。だからこっちもイヤホンで音楽聴いたり、ツイッター触ったりする。
だからなんで一緒にいるの。友達がスマホいじってたら自分もいじるかな。ツイッター見たりインスタ見たり、あと人間観察してるかも。まあただやっぱいじっちゃうよね。俺もいじっちゃう、ね、やることねえときはとりあえずスマホいじる。ただひたすら友達をガン見する、人間観察、インスタのストーリーずっと見る、それ楽しい。バチバチやん。何か見てると思わせてからの、実は何もせずに黒い画面を触ってるだけ。人生頑張ろうな、ペピ。はい、ということでパンチパンダの友達がずっとスマホいじってる時の過ごし方っていう、まあ、感じでした。うん、まあでも結構やっぱスマホいじる系が多いんだなとは思ったんですけれども、ただスタバクはね結構いいなって思います。でもちょっとまあ、友達スマホいじってるじゃん、でそういう時って多分会話が弾まないとか、そういう話すことがなくなったりとかする時だと思うんですよ。でその時にスタバク送ったら、送ってからの話題があればいいんだけどね。まあただ友達と遊ぶ時ってわざわざ別にそんな話題がないな、どうしようかな、何話そうかなって考えることもあんまないのかなと思うので、はい、ということで、次回の動画はですね、電車を乗り過ごした時の過ごし方、まあ電車乗ってる人いるかな、電車の、まあ普段電車乗る人、まあ通学とか通勤とかで乗るっていう人多分いると思うんですけれども、そういった時に、まあ乗り過ごす時ってまああるじゃないですか、乗り過ごす時、ああいう時皆さんどうします、またスマホいじるまあまあまあ、とりあえず電車乗り過ごした時の過ごし方というのをちょっとねネタ枠多めにしたいんで、もうたくさんねもうコメントいいんでよろしくお願いします。ちょっとネタ、もうふざけちゃってるはい、ということでパンチパンダでした。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで、パンチパンダのボーナストラックなんですけれども、最後のですね、リッツァーさんっていう人かな？あの人ね、結構ね、俺の配信とかも、まあ、ちょくちょく見てくれて、で、あと、まあ、なんか、結構 YouTube とかも、まあ、ちょくちょく出してるので、ちょっとね、声出してもらおうかな、みたいな。そう声出してもらおうかなっていうようなことで、なんか DM で声出してって言って、まあ、やってもらったんですけれども、結構ね何パターンかありまして、最初ねなんかね元気じゃなかったのよ、普通に読んでたんだけれども、もうちょっとあたおかな感じでお願いしますみたいなでなんか見本見せてって言って、見本がこれね、テストショップ、インスタ、ツイッター、LINE のサブで、そしてどこに落ちかけて、iPhone サブ、さらに iPhone でライターに見せ、終わりと、言うてみて、あ、みちょっか、ピーピーピー。ね、これ、こんな感じで、こんな感じでやって、何回かやりとりして、やっと、あれ、っていうような感じのもありましたんですけれども、まあ皆さんは、動画とかって作ったことありますでしょうか。結構ね、なんか、ちゃんと、今の俺の動画もちゃんとできてるかどうか微妙っちゃ微妙だし、多分ちゃんとできてないんだろうなっていうことなんですけれども、やっぱりね、動画よりも難しいのがブログ。最近ね、まあ、俺前々からアメブロっていう、アメーバブログっていう結構有名なところで、まあ、ブログちょくちょく書いてたんですよ。その1ヶ月に1回とか2ヶ月に。1回ぐらい、もう最近で言うと5月に投稿して、で次が8月とかだったんです。まあ3ヶ月に1回ぐらいだったんですけど、でね、まあなんかアメブロでちょくちょくやってたんですけれども、最近ですね、この今、すごい変な音だった、この画面に映っているノートっていうところがあるんですけれども、こちらでまあなんかブログ書いてみようということで、こっちの方がね、なんかね、良さげだったんですよ。だからまあ下の方に、概要欄に、ブログの、なんか URL 貼ってるので、まあもしよかったら見てやってくれればなと思うんですけれども、やっぱりブログ書く才能は全くない。なんか一個のブログを書くにしても、1時間ぐらいかかる。なんかね、どうやって書けばいいんだろうとか、
今日起きたこととかを書こうとしてるんですけれども、文章力が全くなくて、その構成、どうやって構成すればいいんだろうとか、あと、なんだろう、丁寧語なのかな、タメ語で書けばいいのかなとか そこら辺も全然わかんなくて、まあ難しいなって、日々考えていますけれども、やっぱりブログ書くのすごい楽しいので、楽しいというかなんか、この日何やってたんだろうって見返したら、まあ YouTube の動画でも俺結構見返せるんですけど、この日はこの動画上げたんだとか、で、その動画見たら、なんかいろいろブラウザバックというか、なんかね、思い出すというか、っていうのがあるんですけれども、やっぱなんかブログの方が事細かく書けるっちゃ書けるの、まあね、動画でも話せるんですけど、なんか動画をブログみたいな感じには今してないので、まあなので、今日あった出来事とか、まあブログに書いていますので、まあもしよかったら見てやってくれればなと、はい、思います。ということで、パンチパンダでした。じゃあ、また、明日はですね、明日何曜日だ？明日は、明日、水曜日なので明日はですねサブのパンツパンダっていうところに動画を上げて、で今日本当は夜配信する予定だったんですけれども、それを明日に回したので、今日は夜その明日出す動画とか編集しようかなと思っているので、まあよろしくお願いします。はい、パンチパンダも、まあ、できれば動画出しますので、まあ、見てやってくれればなと思います。じゃあおつパン。